あのデビルマンって見たことありますあの漫画でその割と僕漫画の中では結構好きな漫画で多分今連載するの不可能だと思うんですよね。でちょっとその子供が聞くと辛い話だと思うんですけどその助けたと思う女の子の顔があって次のコマに行くとそれは助けてなくて首だけ切られてて槍の上にその顔が乗ってて「えいやえいや」って言って悪魔が喜んでるっていうシーンがあるんですよ。 あの本当に長い子すげえなーと思うんですけどあれが子供向けで流れてたんですよ、ね、であのまあ,あのガチで狂ってるなと思うんですけどでそういう展開が許されたっていうのもあってあの割とその新しい作品新しい漫画ほど面白いよねっていうのがあると思うんですけどあの今だと表現できないもので昔のすごく面白いものってあったりするんですよ。かっていいうアニメとかも結構そのきつい表現があるので まあ今はギリギリ大丈夫かなっていうのがあってその昔のものってあんまり面白くないよねっていうのが人もいるかもしれないですけど結構その昔のものでも実はその今表現できないけど今見ってもすげえ面白いものまあそれ面白いと表現するのはいかがなものかってなると思うんですけどまあそういうのがあったりするんですよ。